デイリービルの山根です。本日は、経済安全保障アナリストの平井浩二さんをお招きしております。よろしくお願いします。本日、を平井さんにお伺いしたいのが、アザブ食品ね。はいはい、なる会社についてなんですけれども、これことの発端は、えーえー、令和電子瓦版というウェブサイトがありまして、そこでジャーナリストの松田隆さんという方が書いた記事なんですよ。うんうん、なるほど。それが今、我々、ねうん、を集めている。えー 小西之立憲民主党議員のこの正式な収支報告書を見るとなんか怪しい項目があるんじゃないかと <laughs>、はい、でそれが麻布食品なる会社にその小西事務所がこう支払いをしているとでよく見たらそれが某自民党議員の、はい ファミリー企業ななんじゃいいかというね、うんうん、あれこれどういうことっていうのでを集めたところをツイッターで炎上しましてそ、はいはい、したら小西議員がなんか刑事告訴も辞さないみたいなことを <laughs> 言っているんであれこれどういうことなんだろうと、うんうん、こういう会社関係のことはあ、じゃあ平井さんに聞いてみようと <laughs> <笑><笑>ということでお呼びした次第なんですが登場人物がねいくつか出てくるんですが、ええはい、まずこのアスクル株式会社っていう、うん。 はいものですね。はい。で、アスクル株式会社についてまずちょっと、うんはい、説明していただきたいんですが。わかりました。はい、アスクル株式会社というのは、東京都江東区にある、はい、まああのプライム市場ってまあ前の東証一部に上場している会社で、はい、売上は4280億円ある会社なんですね。はい、それで、えー、まあ実はですね、ここもあのプラスっていう文具屋さんのグループだったのが、はい、まあいろいろあってですね、最終的にまあ。 あのソフトバンクグループに入ってるんですよそれでえまああの主に何をやってるかというとこの文房具のまあ何て言うんでしょう通販ですねネット通販の草分けみたいな会社なんです、えーうん。それでまあその概要ですね1枚のちょっとスライドを用意したんでちょっと見てほしいなと思いますね。えー、はいで まあそこの今まあ主要株主って言ったんですが筆頭株主が Z ホールディングスという会社でですね、ええ、で Z ホールディングス参加ってことは Z ホールディングスってソフトバンクグループなんで、うんええ、そのソフトバンクグループとの関係ってどううなってるんでしょうかねそうですね、ええ、あのそこをですねちょっとスライドにまとめてみたんですけれども、はい、あのおなじみのソフトバンクグループという会社ですね、ええ、あの3か月ごとに話題になる、はいええ、ここがあの一番の上でですね、ええ、まあその下にソフトバンクグループジャー ジャパンっていう100子会社があるんです、はい、でそこの子会社があの携帯などをやってるソフトバンクですね、えー、でこれはまあ上場しててそのソフトバンクの携帯やってるソフトバンクのさらにあの子会社に A ホールディングスっていうのがあって、はい、その下に上場してる Z ホールディングスがあって、はい、そのまあ下にあるのがアスクルということでですね、はい、まあかなりピラミッドでいうと、まあ、6層目に入ってる会社なんですよ。 でまああのー、日経新聞なんかね親子上場だなんだかんだ言うけどここを見ていただくようにもう親子上場がよね六社のうち四つも入ってるというまあこんな状態なんですねはい、はいうん、で冒頭のアサブ食品となんでアスクル関係あるかっていうと、うんうん、このアスクルっていうのがエージェント制度っていうのを導入しているからなんですよね、はい、そうですね、はい、ええ、じゃこのエージェント制度のこの仕組みっていうのをねぱっとあの次のスライドを見てほしいんですけれどもはいまあここにあのー、まあ一から 7までこう手順があるんですが、まあ基本的にまず役割分担をしてますということなんですね。で、これはどういうことかというと。 まああのアスクルとして自分で全部直販してもいいわけですけどそうするとまあ既存の,その文房具屋さんが潰れちゃうよということでまあ文房具屋さんと共存共栄をしようということでねこのエージェント制度を入れたって聞いてるんですよ。でこのエージェントっていうのはじゃあ何やるかっていうとそのお客さんとの間の,そのまあ入金とかいわゆる債権管理ですよねを主にまあやるということになっていてですねそれで えー、ものは直接お客さんからアスクルに発注をして、はいえー、アスクルからものはお客さんに直接届くと。うん、ただあのー アスクルから直にお客さんに請求は行かないでエージェントからですね、えー、請求をして、はい、まあここで言うと5番ですね、はい、そしてお客さんはエージェントまあ,あの老舗の文具屋さんなどに、はい、払っていくとで、まあ、逆にその老舗の文具屋さんに対してはアスクルからあまあ あ、請求がいくと、例えばね、だからカタログで、え、まあ百円のボールペンがあったとします。そうすると、百円のボールペンをお客さんはアスクルに発注して、百円で、まあ、あ、届くわけですけれども。多分アスクルはエージェントに六十円ぐらいの請求をすると。で、エージェントお客さんに百円の請求をするということで、エージェントは四十円儲かると。まあ、こういうようなビジネスモデルだと思ってほしいんです。これ、このボールペンもアスクル。って、ロゴがあります。なんで、これ私のね。 デスク周りにこれたまたま置いてあったもんなんで、もしかしたらうちの会社もアスクルと取引があるかもしれませんし、うんうん、ただ、うんえー、アザブ食品じゃないと思うんですよ、そのエージェント。なるほど。でもたくさんこう全国つつ裏裏にアザブ食品みたいな、うん、あまあエージェント契約をしているところは多分あるんでしょうね。そう,そうですね。えー、あの私もちょっとあのここに来る前に、ね、ネットで見たら。はい あのー、まあ、新鮮な文具屋さんが多いと思います。ええーうん、そういうところが多いですね。はい、新鮮な文具屋さんは守るための。っていうのも、まあ、一つのね、位置<る>かもしれませんが。はい、で、続きまして、麻布食品のね、東方ね、うん、平井さんが取ってきてくれたんで。うん、それもね、画面に映し出そうと思いますが。うん、ええ。 いいかかがでししょう解説てただければまずですねあのこの麻布食品って僕ね検索した時出てこないでねパニ食ったんですよおかしいとそれでねあれどうしてだろうっていうことで本部局に相談あの相談してみたのそしたらね本部局の東京本部局本局ですよこの担当したあれじゃあ多分名称変わったんじゃないですか」とか言われて「で名称変わったのかなでもおかしいなどうしたんだろう?」と思って「名称変わったかもしれない」ってツイートしてたらフォロワーの人がこの「あ 朝の字が違うんだよ、って教えてくれたんですよ。それでね、あこんな字があるのかっていうんで、後で調べたら。え、日本語の漢字にはありませんでした。え、まあ、似てるんですけども、まあ、ちょっと、なんか、ちょっと中華っぽいですよね。そう、中華っぽいです。あのお腹が。中国語らしいんですよ。あ、マーラータンメンとか、このロゴだったら、ちょっと辛そうな感じ。そう、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 そんな感じ。はい。 でねあのー、まあ最新のこれ東本なんですよね3月29日の朝9時に撮ったやつなんですけど、はい、あのここでねまああのー。 まあ今話題になってる破産したんじゃないかとかまあ例えば会社清算したんじゃないかとかいう話があるんですけどそういうことをすると必ず当本に出るわけですよ。だけどこれには出てないということはあの当本上はそういった破産とか会社構成民事再生それからまああの会社清算とかねそういうことは行われてないよねっていうのは分かるわけですまずねまず答本からこれは分かると。それから 僕もこれ東方のトリュースで気が付いたんですけど、うん、あの4番にあの文房具の販売っていうのが入ってるんで、うん、ただまあ文房具を販売することはあまあ不思議じゃないなと、うん、ただねちょっと一箇所ね僕らあの思ったのは、はい、アスクルさんというのは最初に言ったようにまあ老舗なわけですよ。うんね、でまあ老舗の文具屋さんっていうのはその頃からまあ日本中にあったわけだから。うん まあこういった通販に手伝おうかなっていうことでえまあ乗り,乗り出したのかもしれないんだけどこのまあ麻布食品に関しては定をたのが年なんですねだからかなりこの「アスクルのシステムが始まってからまああのしばらくして13年後になるのかなにあのまあ 麻布食品がエージェントになってるわけですよ、うんえー、で、このタイミングまでじゃああの まあ食品の販売だけでね、文具の販売やってたのかなと。なんでこのタイミングで入ってくるのかなっていうのはちょっと疑問に思いましたね。これはまあ後ほど。後ほど。後ほど。後ほと言いますかね。あれおかしいんじゃないのっていうのね、一つのフックとして。そうなんです。それ疑問ですね。ね。うん。わざわざこう参入したのかっていうね。うん。あ、これだと思ったのかもしれません。そうですね。で、これ重要なのが、これ本店の住所。はい。東京都港区麻布台。 二丁目、二番、一号っていうところでして。はい、うん。はい。うんはい、<laughs> そうなんですよ。それでね、はい、えっと、あれ、これ、俺、昔、なんか、どっかで見た住所だなと思って。<laughs> はい、それで、あ、そうだ。日本端子だと思い出したわけですよ。はい、それでね、日本端子の問題は、まあ、相当、いろいろ、僕も話したんですけども。はい、まあ、じゃあ、あ日本端子といえば、献金してたのがエビス工業だ。 ええ、恵比寿工業も確かここにあったよねとか思い出してきてですね、うん、それで、えー、この麻布食品と同時に日本端子と恵比寿工業の,、はい、あの東方も取り寄せたんです、はい、でそこでおっと思ったのがこの表にまとめたんですよね。うんはい、いやこの表わかりりやすすすいいですね <laughs> ありがとうございます <laughs> <laughs> でねこの河野二郎さん、ええ、代表者、はい、この人は多分同一人物です、ええというのはねこれなぜかってったら3つ東、あのー、本にはねこの、えー、3社とも同じ住所だったんで、ええ、えまずこれは同姓同名というより多分同一本人だろうなというのは想像がつきますね。はいはい、で日本端子の河野二郎さんと同じ 住所の河野二郎さんが麻布食品と恵比寿工業をやってるということはこれはあの当本3つ並べれば、ええ、あ河野一族の、うんえー、会社だと、ええ、いうことは当かかららままず明らかになりますねはい、はい、それからあの麻布食品でいうとあと2人取締役がいて典、えええー、子さんですか。 アザブ食品と、まあ、日本端子、そして恵比寿工業にも名前が出てる。うんうん、これビンゴだったら、もうビンゴ揃ってますね。はい、はい、揃ってます。揃ってます。<laughs> そ,うそう。うん。で、あの、竹川清さん。はいね、この人はアザブ食品と恵比寿工業の取締役なんですよ。はい、それで、この人ね、日本端子関係ないのかなと思ったら。ちょっとね、あの。中国の東奔なんで、東奔まで書く 確認ができなかったんで未確認って書いてますけど、はいえー、あの日本端子がですね、広州、えー、日短貿易有限コンスっていうのをやってるんですよ。うんうん、そこのね当時まあ、役取締役に出てるんじゃないかって話があってね。うんえー、ということはあやっぱり。 この竹川さんという人も、うん、まあこのファミリーのビジネスに深く、まあ、関わってる人だなという、ええ、まあ想像はつくわけですよね登場人物この3人はね。ええ、であとこの山根さんがおっしゃったあ港区麻布台2-2-1ここは麻布食品の本社と恵比寿工業の本社があって日本端子の関東支店が置いてあるというような関係なんですよ。ええうん、で この順番的にどうなんでしょうね、うん、この実は竹川清さんっていうのが、うん、ポイントだったりするんですよね。<laughs> そうなんですね竹川さんのこの献金っていうのをね私ずっと調べてて、はい。 そのまああの令和瓦版でしたっけ、えーえーまあ名前が出たんでですね、はい、それであの私も、まあ、あの必ずこの東本を見,て見る一時情報を見る癖がついてるんでね、えーえー、見に行きましたでそれはあの河野太郎さんの,あの政治団体って2つあるわけですよ。えー、でその2つとも見に行ってねうん、うん、確かに竹川さんは個人で20万円。うんうん はいえー、献金してます、えー、個人で20万円献金してるっていうことはまあこれはねあの、まあ、厳しいこと言うと麻布食品の竹川としてやったのか恵比寿工業の竹川として20万円出したのかは分からない。と、えー、いうのは恵比寿工業もここでは献金してなかった。はい、でね意外とこれねあの面白いものを見つけてね、えー、実はね 大口献あれっって400万円も献金してるわと思ってパッと見たら日本子株式会社でした。だからこの話題でね私ね河野太郎さんの政治資金収支報告書を見てあああのまあ直近の年度はねああ400万円日本端子が寄付してるのかとまあやはりいろいろ株主さんではあるんでね河野太郎さんはやっぱりいろいろ。 関係あるんだなっていうふうに思ったわけなんですよ。それはまあ再現でもね、推進した方が推進しないよりはいいかもしれませんし、ね。いや <laughs> もう、そういうことですね。はいはい、まああの三浦瑠璃とまでは言いませんけど、はい,は,いは,いはい。で、やっぱり利益誘導あるんじゃないかなって思っちゃいますね。えー、うん。 でこれ小西自身もこれつぶやいてましたけど、ええ、このアスクルからこの文具を購入して麻布、うん、食品がエージェントになっているっていう国会議員が与野党問わずいいいいるそうじゃないですすすかままねあの自民党だと斎藤陽明さんっていうのかな、はい、あと高貝恵美子さんとか、はいまあ、富樫宏之さんっていうのかなあと、はい、富樫宏、ねはい、之さんですよね。えー あと、まあ、中村さんってこの人はです、ねあのまあ、別の,あの、まあ、政治団体の名前で、うん、あの責任者が、まあ、中村さんなんですけど名前があったりとかね、はい、それから立憲民主党では石橋道広さんですか、はい、それから、えー、今西さんですね渦中の。はい、それからあの杉尾秀也さんもね。はい 秀ってたんですよ。これね「衆三会」ってね秀夫さんの「秀で」にね「山の会」っていうのがあるんだけどここのまあんていうんですか政治資金収支報告書をね直近年度公開の見てったらあれあれ買ってるなっていうのはねありましたね。出てました。 あと、日本維新の会の馬場さんですとか、大、はい、とかね、まあ、いろいろこう、まあ、有名な方がね、えー、お買い求めいただいてるなっていうのはありますね。はい、で、実際、これって正式に首相国書には、うん、こういう雑費じゃないな、こ消耗品等々に関しては、はい、これ、5万円以下はその明細ってつけなくていい、はい、みたいなルールがあるんですよね。 あれはね、はい、実はね、ちょっと細かいことなんだけど、えー、あのね、国会議員関係のやつはですね、はい、あの収支報告書は1万円なんですよ。あ、1万円なんですか。うあの行き地が5万じゃなくて一万なんですよ。で、えっと、だから1万以上のやつが載っててね。えー、で、もちろん領収書はあのー、実物はね、うん、あのー、PDF で添付されてないんだけど、うん、ですよ。ただ見たいと思ったらですね、うん、まああのー。 この政治資金収支報告書というのは総務省か、はい、もしくは各都道府県の選挙管理委員会でのサイトでアップされてるんですね。領収書見たいからって,言って でそしてあの情報公開請求書っていうのをね持っていくかもしくはあの郵送するとですね1件確か300円だったと思いますけど、はいえー、それを見せてくれますと、うん、ただあのと都道府県の専管の方はおっしゃ僕に電話でおっしゃってたのは、はい、個人情報とかね、まあ、そういったものがあるから黒塗りで出すものもありますと言ってました。うん まあただから会社であればそんなことはないだろうと思うんですけどね。なるほどなるほど。うん、ただこれってえっ、ー、と政治資金収支っていうのは例えば今、うん、例えば三月じゃないですか。はい。ええ二千二十三年の三月、うん、今のやつって今は見れないですよね。うんうん、そうですね。またまたちょっと待たないといけない。はい。うん そうなんです。あの、まあ、三月末までなんですよね。はい、それで、えっと、毎年見てるとですね。十一月の二十五日とか二十七日とか。はい、まあ、かなり、あの、下旬の方にね、はい、えー、開示されてるんで。うん、まあ、今年のやつを見たいと思ったら、今年の十一月まで待たないと、うん、おいけないのかなっていう感じですね。なるほど。うん、ちょっとね。うん、じ,じらされますね。はい、そうですね。<laughs> うん。で ここからなんですけれども、はいええ、この松田さんはこの記事の中でこの小西氏がほ、ねうんうん、他にもね、ええ、自分以外にも国会議員が麻布、ええ、食品介して熱く、うん、取引してるよっていうのは、うんうん、些細な問題だというかそれはまあいいだろうみたいな、うん、結構スルーしてるんですけどこれ実は本丸じゃないかっていう、ええ、これこそ。ええ ここれこそほんまにる <laughs> 小西疑惑っていうより河野、うん、疑惑なんじゃないかっていういや、そうなんでですすよ。ですよね、ね、これ。うんこれね、山田さんその鋭くてね、その通りなんだよね。うん、っていうのはねあのこの一般的な、まあ、あスキームっていうのを、ねはい、ここにあの、まあ、ここで表でちょっとお示しすると、はいまあ、顧客が行ってアスクルに注文します、うん、でものが納品されます、うん、で、さっき言ったように、まあ、アスクルからエージェントへは例えば100円のボールペンだったら 60円の請求いきます、うん、お客さんはまあ,あの100円の請求しますと、ねはい、お客さんで5番目の支払い100円支払われてでエージェントからまあそクへ60円支払って40円利益6番で起きるねっていう話なんですよ。はい、で、えー、ここで出たね利益っていうのは確かに企業活動で出たあ普通のまあ正当な利益ではあるんですが、はい、私はこれ問題なのはねこれさっきお示ししたように日本端子、うん アザブ食品、うん、そして恵比寿工業これみんな高、うん、ファミリー企業ですよね、はい、でこの高野ファミリー企業でにああのまあ、国会人の議員の人ね与野党問わず発注をしています、うんはい、で発注すること自体は別に何の違法もないんですよ、うん、であのアスクルの言うとあの出てるとり値段で買うショートルキーは全く問題ない、うん、だけどそこのエージェントがですよその 国会議員のファミリー企業でそこに利益が落ちますとそ、うんはいね、の利益が落ちたものが落ちた落ちる会社ですね、うん、そこの役員が個人で、うんえー、そのある国会議員に、まあ、この場合で、うん、ア麻ブ貯金でいうと河野太郎さんの政治団体に献金してるって、はい、これって公金由来のお金が動いてるわけですよ。 あのー、広い意味でのね公金集中スキームじゃないかなというふうに私はねやっぱりこれ理科に冠を立たさずっていう話でね、はい、やはりその。 自分のグループ企業にお金が落ちてですよ。うんうんね、でそこで得た利益を、うん、その役員そこの会社の役員やってる人が、はい、個人献金しちゃ駄めで個人である研究しちゃ駄めで,で,でしょうと思うんだけどな、はい、僕はねこのスキーム自体が今回のこのまあ問題の。 確信、ええ、であって、はい、まあ小西さんがどうとか言ってるけど、うん、小西さんお客さんの一人なんであってね、ええ、<laughs> あのなんですよ。それじゃなくていやいやそうじゃなくて,いやいやなくてこのスキーム自体があの巨大な,なんか韓流マシンになってないですかと。ええ いうふうに僕は思うんですよね。だからまたしても本西博之氏はまあ一つのそのシステムの中の歯車として働いてくれていたとそういうことですね。まあ今回のね坂井さん攻めというのもいろんなこう総務省内のこうねいろんなこう対立の中でこう利用されてるじゃないされてるだけなんじゃないかみたいなね説も私は取ってますが、またしても利用されてるだけだと。そうですね。だからわからないですよ。いやわからない。独特です だけどね本当はあの令和かわらが掘り出してきたこの話っていうのは、はい、ひょっとするとですねこれあの今言ったようなね公金由来の金がね循環してるようなシステムになってないかっていうのをねだからあこれからね僕はあの言いたいのはまずあの、まあ、令和かわらさんは、うん あの僕とはまた別のあ立場を取っていて、えー、まあひょっとしたらこれ物のやり取りがなくって、えーでえー、お金だけがいってんじゃねえかという仮説を立ててるわけで、ね、仮説としてね彼らの立てつけはね。えーえー、だけどあのもしもですよもしもそれが本当であるならば、えー、これは大変なことなんですっていうのは。うん このということは何で何が大変かというとアスクルっていう上場会社が絡んでるわけでしょ、えー、でアスクルが、えー、受注して、えーまあ、ものをむあがあじ、あのー、事務所に行って、ねえー、届けられてでものがその分在庫も動くわけですよ当然、はい、ね、えー、でこれが本当に動いてないのに格売り上げをやってたとするとこれ粉飾決算になる、はい、うんで紛失決算いうこと,になると これはねあのアスクルが知ってやってたらこれ上場配廃止になるかもしれませんよ。うんでとにかくあの知らなかったとしても有価証券報告書の訂正を出さなきゃいけないような大騒ぎになるわけですよ。だからああののアスクルさんはあの アザブ食品との間のね守秘義務があるから、はい、一切言わないよっていう立場のようですけれども、はい、いやいやこれはねあの僕は麻布食品と話をつけて、うん、合意の上でですねあの非公開情報を開示した方がいいと思うっていうのは、はい、これがどうなってんだろうっていうことで投資家だってね心配するし、はい、株価にも影響するかもしれない。うんうん、だからそういうういいろんなようなよことがあ,ったある、まあ、あの株式の 上場してるがゆえにですね、株価にも影響が出る可能性がある話なので。ここはね、あの当事者同士で話して、これ非公、あの非公開情報だけども。これは開示していいっていうことで合意したいということで、早く出して、いやいやちゃんと物が動いてなったものを動いてますよっていうことで。あの出した方がいいような気がしますね。でそれは、この令和、電子カーラバンの松田さん説ですよね。そう、松田さん説の場合ね。これでも、もしも、それが本当だったら、とんでもないこと。 そうはもうとんでもないですけどじゃなくてもその平井説に従っても、うん、いわゆる合法的なね抗菌、うん、吸い上げスキームであるっていうのはねおそらく<え>まあそうなんじゃないかなとね私も思ってますそれはまあ法律的にはね、うん、問題ないのかもしれませんが、うん、どうなんだろうっていうそうなんですよ <laughs>、えー、あの法律さえ守ってれば何にしてもいいじゃんっていう考えもあります、はい、だけどそれはね あの更新たるものそういうことをしていいのかっていうのは僕は思いますよ。えーうん とといったころでね今日の朝それこそ松田さんが最新版最終回みたいなで小西から刑事告訴とかやられてるんでちょっとこれで終わりにしたいと思いますみたいなちょっとんか撤退じゃないですけど今後ね追及されていくのかちょっとわからない状態なのでこれはもう我々が引き続きこの問題はね続けていきたいと思いますよ。 そうですね。この、はい、あの貢金循環スキームっていうんですかね。はい、これはあの氷山の一角じゃないかと思うんだな。うんうん、だから今回だってたまたま松田さんがアザブ食品というのをに光当ててくれたおかげでようやく判明したわけでね。そうですね。そりゃ。 これだけとはそうですね。だからやはり、ね、こういったことを利益誘導とか、ねはい、利益相反とか、ね、いわゆるこの欧米では常識になっているようなことが日本じゃまだ非常識な扱いになっている、うん、だからここに、えーまあ、早く是正されてほしいなと思いますよ。うん、ということで平井さん、はい、世界一わかりやすい解説ありがとうありがとうございました。<laughs>